ナポリンさんお菓子ありがとうおかえりた,ただいま <laughs> ありがとう昇格ありがとうねリラックお菓子ありがとうこんな密度ダズミンだったのつわぶりかも確かに密度高い3日間だったねほんとねドンレミドンレミして土曜日にドンレミ日曜日け公演今日もね実はちょっとサプライズで。 ーさんお昼ぐらいにねサプライズでねちょっと遊びに行ったんですよ4人でそうだからね楽しかっためっちゃみんなにも会えたしたくさん楽しかったです肉体も楽しかったしすごい充実した3日間になりましたこんばんは影さんお菓子ありがとうでもねあのショールームイベント明けの 3日間だったからちょっと体がだいぶ疲れちゃったみたいしっかり今日は早めに寝てお家でゆっくり早めに休もうと思いますありがとねイベントもまたお礼をするのでお礼待っててくださいあのイベントのお礼も待っててください名前の研究者いつ取れるん ま,ね、まだ取れんかな,なんかね正式にあの発表されるんですよ多分公式さんからあの研究生から正規メンバーにいついつなりますみたいなのが多分まだ正確に決まってないというか私たちもまだいつって分からなくって公式さんから発表されると思うので多分それですね正規生になるタイミングで外れるんだと思うだから今まだ研究生です いちゃんお菓子ありがとうキャラトさんお菓子ありがとうやちりんさんハートありがとうありがとう頑張って昇格できて本当に良かったその丸馬さんハートありがとう昇格日はまだうんまだ昇格してない10日にコラボ会でて初めて初めてえ嬉しいありがとうねありがとうございますコラボが吹き切ってくれて嬉しいケンジさんありがとうこんばんは クックさんお菓子ありがとうトワイライトさんお菓子ありがとう翔吾くん結婚してありがとう今日もきっちりみんなにいじられた <laughs> そうだよもういじられキャラだいじられキャラだからトワイライトさんお菓子ありがとうケスティンさんだるまさんありがとうナーニさんお菓子ありがとうブリーフォントさんお菓子ありがとうこんばんは、ま 思ったよりちっちゃかったよく言われるんよ、それ。多分ね、想像してる以上にあずみんってちっちゃいらしいです。148センチ。そう、想像以上にちっちゃいんだって。よく言われます。なにさんお菓子ありがとう。まえちゃん、レインボースター、ありがとう。おめでとうコンサート。え、やりたいよね。2.5期の4人でね。 三周年目にも入るし。もう三周年だよ、2.5。やば早くないもう、次の、この5月で三周年迎える。三周年目がスタートします、この5月から。早すぎて。あっという間ですね、ST48 入ってからの月日が経つのは。早いですよ。決まったらしい。教えるうん。発表あると思う、絶対、多分。 夕方の昨日の千穂さんのショールームの動画見たえ、見たそう、X で流れて、あの、なんだろう、う切り抜いてくださってる動画。見ましたえ、めっちゃ嬉しかっためっちゃ嬉しかった、千穂さんのショールーム動画。うん。本当に嬉しかった。あの、花だれ公演の話。めっちゃ嬉しかったです。かぼちゃさん、お菓子、ありがとう、こんばんは。 ね本当にでも決まってよかった本当に達成して本当によかったですえねえしかったひ昼休みさんおかしいありがとうつうさんハートありがとうなんか千葉さんの自分があの時そう思っていただけてるなんて1ミリも思ってなかったから嬉しいなって思ったし本当に頑張ろうって思いましたもっと。 頑張ろうって思いましたなんかあの昇格してマネージャーさんからマネージャーさんからっていうかその期担当のマネーージャーさんんがいるんですよ初期から初期って入った時からずっとあの関わってくださってる2.5期の担当のマネージャーさんがいて一人でそのその人がまあその。 今回の、あの、3日間もずっと帯同してくださってたんですけど、その、あのー、点が昨日の夜かなみんなで、打ち上げじゃないけど、まあ、僕ちお疲れと、昇格おめでとうみたいなので、みんなで打ち、打ち上げっぽい、なんかちょっと、ワイワイ、ご飯食べたりしたんですよね。その時に、2.5期の4人で、そのマネージャーさんに、昇格したから、長文のメッセージくださいよって言って、 <laughs> LINE で LINE でちょっと「1人ずつ長文のメッセージ送ってください!」とかってその夜言ったんですよでえーみたいな感じになってて結局その次の日だから今日の朝か起きたら「本当に長文のメッセージが」来てて <laughs> 1人ずつに送ってくださったらしくって朝「本当に送ってくださってる?」ってなって読んだんですけどいやもう嬉しかった本当に朝からね ちょっと本当に涙目になりましたなんかあ嬉しいと思ってもうなんかうん頑張ろうと思ったもっと優しい本当にね優しいんですよ <laughs> ありがとね僕とあいけてくれてえ待って1時半11時半 予予約約なててるい入れてない予約入え昨日の予約かな昨日11時半。え昨日予約入ってなかった昨日の予約、ま、間違えて今日にしたんかもしれんじゃん。もしかしたら。昨日の11時半の配信予約。今日になってるもしかして。マジで全然気づかなかった。嘘。めっちゃミスだじゃん。昨日のやつだ11時半。 ごめん間違えてるわミスってる。昨日の11時半ですね。間違えてた。ありがとう。え、ね、昇格祝いコンサートできるように、ちょっとやりたい、やりたいですよね。本当にやりたい。 コンサートみたいなやつ。ありがとうギフト。待って読めてないギフト。新しん,しん,しんのすけさんお菓子ありがとう。バンジャラモンスターさんお菓子ありがとう。ひーちゃんハートありがとう。まさみねさんハートありがとう。ポロンさんお菓子ありがとう。ポロンさ,さんお疲れありがとう。<laughs> あの花だれ震えたえ嬉しい。嬉しい。懐かしいです、あの花だれも。 正直、胃が痛い時もあったから、昇格してほっとしてる。いや、本当に気持ち的にも安心でしたんですよ。いや、もうね、嬉しいという気持ちと、まあ、安心。よかったよかった本当に達成できてよかったっていう気持ち。もう、もう本当に安心な気持ちめっちゃ大きい。ケイセティンさん、だるまさん、ありがとう。しんしんしんのすけさん、お菓子、ありがとう。ミュウさん、だるまさん、ありがとう。しんしんのすけさん、お菓子、ありがとう。しんしん えー、パフォーマンスすごいのみんな見といてる本当にでもね自信が持てなくなっちゃいますよねあ,、ままよあっもずみマフしかったえっうれしいうれしい食べてくれてありがとう嬉しいよあ二2月の僕ち今日待ってるねありがとうキャロトさんお菓子ありがとう熊野プロさんお菓子ありがとう昼休みさんだるまさんありがとうポロさんハートありがとう え、やりたいよね、4人でね。コンス公演 ?1 回だけでも。昇格おめでとうと、あのー、3周年おめでとう公演したい。みんな来てくれますかやったら。新成人のすけえさんお菓子ありがとう。ソーダーさんお菓子ありがとう。ありがとうございます。そう。りょうちゃん結婚してありがとう。 間違えてたんだ今日にハサミえもっとらんあっあったキャロットさんハートありがとうあ昨日昼公演最前列でボード持ってて今日カフェでえ、ね、嬉しかったよ 嬉しかった、本当に。ボードも見つけたし、昼公演。今日も会えてよかった、本当にね。タイミングよくサプライズ。うん。よかった、タイミングよく会えて。ありがとうね。クエストも楽しみにしてます。キャロットさん、ハート、ありがとう。そう、まだ研究生ですね。プロフィールも全部。ありがとう。あ、ドネミ、あ、ありがとうございます。嬉しい。 ありがとうね今日会て嬉しかった。ケイゼチンさん、ダルマさん、ありがとう。ナブーさん、お菓子。ありがとう。冬物さん、ハート。ありがとう。冬物さん、頑張った。ありがとう。ウサミックさん、お菓子。ありがとう。ウサミックさん。お菓子。ありがとう。期間余裕持って達成できて、本当とよかった。いや、本当にね。本当にそうだよ。リくク、ハート。ありがとう。ヒデぴょん。お菓子。ありがとう。 いや、思い出残る。いや、ほんとにね、昇格のタイミングがもう、すごいいいタイミングというか、最高のタイミングで、もう一生忘れない。多分、この3連休。ルッさん、お疲れ。ありがとう。ねえ、よかったですよ。でも、4人で。4人でね、あの、昇格。 て、のタイミング一緒に入れて4人で。研究生公演もだけど、寝れない MV 作ってもらおう。え、ね寝れない部分欲しいね。寝れない MV 作りたいね。昨日くるくるが集めたピースウィング行きたいです。え、ピースウィングえ、そう行きたいんよ、私もサッカーね見ましたあの、ちょうどね、あの、東京行ってるタイミングで。そう。 X で見たんですけど新しいえスタジアムサッカーの新しいスタジアムがあのでこの前初めての試合があってもうめっちゃびっしりサポーターの皆さんがもう下から上までびっしりバーって止っててもう景色が。 X に載ってる写真がすごくってすごいここいっめっちゃ行きたいってなった楽しそうと思ってでも場,あの場所的に結構お仕事帰りとかそうお仕事帰りとかお仕事がもし午前中あったとしても割と行きやすくはなったので今年はね今シーズンはちょっといっぱい顔出したいなと思います応援しに行きたい ピースウィングでえピースウィングでコンサートできるくらい STU 大きくしてほしいねいや目標ですよねちょっと叶えたいですそれ私もずっと言ってるこの3日間くるくると <laughs> ピースウィングでライブしようって STU ピースウィングで叶えようって言ってますライブできるぐらい大きくなろう頑張ろうってめっちゃ言ってる やりたいですよね。ピースウィングでできるぐらい。でもめっちゃ、すごいよ。でもピースウィングでライブってなったら。それを埋めれたらね、もうすごいですよ。でもそんぐらいになりたい。頑張って、みんなで。みやこちゃん、疲れありがとう主さん、お菓子ありがとうみきわくん、ハートありがとうケイセチンさん、お菓子あ、間違えた。だるまさん、ありがとう ね似合わせありがたう <laughs> 似合わせねよかった似合わせ <laughs> 私の似合わせでみんなに会えてねえ楽しかったね特待みんなのこと見つけたよしっかり嬉しかったですフライングをえー、恥ずかしいあれマジでエンジンのねエンジン昼公演のエンジン 今日やまった私フライングでフライングしちゃっておお頑張るぞおおフライングしちゃったの映像に映像化されてそれを X に載せられちゃったみょんみょんに <laughs> 恥ずかしい私のフライング O が世界に発信されてしまったひらひらさんハートありがとう 今日なぜか11時半からって勝手に思い込んで、ごめんね私がね、いや、間違えとったんよ間違えて予約入れとった。昨日の、昨日の配信予約を間違えて今日に入力してて、多分。ごめん、自分も全然気づかなかった。ごめんよ。ごめんね。でも私のミスです、それは。本当にごめん。ボケてた、めっちゃ。 あっドねネミの箱ケーキチェキあずみんチェキあずみん地引きしました、えー、嬉しい嬉しい地引き。嬉しい。めっちゃね、グッズもね、可愛いからね。え、ダンス休憩やった嬉しいありがとう。 頑張ります、もっと。ねまこーちゃん、お菓子ありがとう。まえちゃん、ハートありがとう。こいさん、結婚して。ありがとう。のぶらべいさん、ハートありがとう。やまさん、ハートありがとう。のぶらべいさん、ハートありがとう。トヨタさん、お菓子ありがとう。にわさん、本当に助かった。<laughs> みんなに怒られたけど、あずみんのは、におわじじゃないから。告知だからって言われました。ねえ。 会えてよかったでも本当にありがとうね会いに来てくださってまだ18日までたくさん行ってくださいねトンレミー僕隊僕隊はね今月28日もねあるので東京の僕隊行けなかったよって方も28日の広島よかったら来てくださいクラブクアドロです さんお菓子ありがとう角刈りパインいや持ってこようかちょっと今さ手持ちの配信しとって持ってこようか角刈りパインくるくるにデコピンされた角刈りパインよあれくるくるですから先般 <laughs> 最初に出したのくるくるだからねあれ クルクルと戦い昨日寝るからなんか表情が誰かに見えるよシラシラシのシンプレーショなってたのかなえ本当変わってる表情なんかさでもさ今日さノアピにねノアピに <laughs> 帰り道にあのタクシー乗ってて帰り道になんか二人で乗ってたんですよアズミン 最近疲れた顔してるよって <laughs> え <laughs> なんでって言ったら「あずみ最近疲れてる最近顔が疲れてるよ」<laughs> しっかりしっかり休んでね」って言われましたの <laughs> 心配されちゃった1のあはねあみ見えてね多分ね一番周りが見えてるからね色々いろいろ 気づいて<車>そうナッピーに心配されて <laughs> 全然疲れてる顔してるお自分はなんかあんまり自覚なかったんですけどねそっかそんな顔してたそんな顔になるのかなと思ったけどそうナッピに。 トワイライトさんお菓子ありがとう。イエポンタさんお菓子ありがとう。コイさん結婚してありがとう。今山吉さんお菓子ありがとう。スタンプ帳の抽選会どうすんやろ。あれはね、あのね、スタンプ帳の抽選会は、あのー、あれです。多分18日まで、18日が終わったら、多分回収されて、 手こっっちにに手元にやってくるんですよ自分の手元に自分たちの方にやってきてなんか聞いた話では引くって聞きましたその抽選会を抽選会のカードをこうなんかボックスなんかみたいなのに入れてこごごごガボ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 ,ボってやって引いて抽選するって聞きましたなんか抽選会自分たちが引くらしい手でどうなるか分かんないでもで多分その映像が残されてて 後日公開されて誰々さん抽選しましたみたいな感じにな,なりそうありがとうねえ二2列目見えたよ私も嬉しかったもんありがとうねでも夜もたくあんさんお菓子ありがとう プラッシャーからときゃ、い,いや本当に、プラッシャー。マジで、マジでゴッティにいじられたプラッシャー <laughs>。しかも、ゴッティのいじり方って、さりげないんですよ。ほんまに、聞き逃すレベルだった。ゴッティ、なんかね、僕の太陽公演でね、ゴッティの話したんですけど、ゴッティがさ、今回、急遽さ、入ってくれたじゃん。 で、本当に4日ぐらいしか練習期間なかったんですよ。他の自分たちは1週間ぐらいあったけど、こうって4日ぐらいしかなくって、4日前ぐらいに言われて、急に入ったから、結構不安、不安がってたんですよね、レッスンの時も、ずっと。そう。でも不安になりながらも、あずみをいじる。あ、そう、あずみを、あずみをいじる。 いじってきてき <laughs> あの研究生公演のさ昼公演の夜にさ私がなんかちょっと長文のスピーチみたいな曲前のペダルを歌う前になんかちょっとちょっと長い話をしたんですよちょっといい感じのことをね <laughs>。いい感じの雰囲気でいい感じの空気感でちょっといい感じの言葉をこう喋ってた。 喋ったんですけどその9月の研究生の千秋楽の日その日にそのみんなそれぞれプレッシャーを感じながら頑張ってきましたみたいなことを言ったを言いたかったんだけど噛んじゃってプラそれぞれみんなプレッシャーを感じながらってプレッシャーって噛んじゃったんですよ。それがさ なんかファンの方にもいじられたしメンバーにもメイクさんにもいじられてその後、もう自分の中での一番大事なところで噛んじゃったっていう最大の私のうわーっていう大事件なのにそれをゴッティは僕ちのレッスン中に「ああもうこれはもうプラッシャーですわ」って <laughs> プラッシャー「プラッシャーかかってやばいです」って私のプラッシャーをいじってきたんです。 <laughs> プラッシャーいじりされたのゴッティーにだからもう「プラッシャー」って単語が聞こえてきた瞬間すぐに「なんて言った今」突進しましたゴッティーに「今なんて言った?っ」なんか聞こえたよ」ってって「もう一回言ってみなさい」こんばんは。 ねえ舞ちゃんハートありがとうひーさんお菓子あっかまついた音符ありがとうしっかりしてるよしっかりしてるしねなびよく周りが見えてるなあと思います、ね、見てくれる周りを主さんお菓子ありがとうああ仕事お疲れさお仕事また行くね東京待ってて 行きたいですこんなに東京行ったの初めてかもでも2泊3日もしたの初めてあ、初めてじゃないかでも2泊3日お仕事でお仕事いっぱいだったの初めて2泊3日東京行ってコンプリートしてねぜひコンプリートしたあずみんの等身大パネル皆さんゲットしてくださいドンレミなかなかすごいいい特典やと思うみやこちゃん可愛いありがとう 深山田さんお菓子ありがとうそうツアーのね昼かなプラッシャー事件こんばんはいまだにいじられるやそうだよ本当にま <laughs> だにいじられるプラッシャーまだ覚えるとね私ももう忘れてたプラッシャーシみこさんお菓子ありがとう ポイさん結婚してありがとうでもね多分ねプラスチャーってかんだ日ね割とねサンキちゃんにね言われたんですよヒ <laughs> ーちゃんとゴッティにも言われたのかなあの日ヒー結構サンキちゃんにすぐいじられた2.5期じゃなくてあの日はねサンキちゃんにいじられたもん気が記憶があるサンキちゃんにあずみんさんプラスチャーって言いましたみたいな <laughs> なんかこう後ろで聞いてていやうんうんって いいいい,いい話だみたいな感じうんうん」ってこうなんかこう涙こう「うんうん」って聞いてたら「プラッシャー」って言って「えっ? <laughs>」て見ましたもんみたいなか <laughs> サンキちゃんにじられた記憶があるサンキちゃんとメイクさんにじられたであとくるくるにじられたそうそうだよえ後ろで聞いてて「えっ?」ってなりました こんばんは。え嬉しい安住スタンプしかないのあずみんだけあずみんだけのやつを食べてくれてもいいんだよ <laughs> でもねせっかくだったらねゲットしてほしいから等身大パネルもまあ抽選なんですけどもでも応談等身大パネルだけじゃなくて横断幕とかチェキとかも当たるっぽいから応募してみてほしいですね是非 ぜひぜひ。しんごくん、花束、ありがとう。ブラッシャーティーないわ。あれ、ブラッシャー、作らんでいいよ、うちわもう T シャツも。作らんでいいです。作らなくていいよ。ゆうちゃんずさん、主権さん、何ありがとう。でも、等身大パネルってね、家にあったらもう、大変だよ。本当に私と同じ。 せたけなんよ等身大パネルだから本当家にあずみんがいるって感じになるなるよ家にあずみんがいる等身大パネルが家に来たらあえー、ありがとうサプレーズカフェに出てくれていえいえ来てくれてありがとうねカフェありがとうございますねキャラね 私のキャラ、めっちゃ定ま、定ま、確率、キャラ確立してきた最近。あと、2.5期のや中での役割がだいぶ、だいたい、なんか出てき、決まってきた。役割だいたい、下りが、下りができてきた2.5の中で。 下りで来てきたよね。下りが。ケイセジンさん、だるまさんありがとう。フェアチャールズさん、ハートありがとう。でも、ニューウェーブ通して2.5期、多分、今まで以上に、仲も、なんか、良くなってきたし、前からいい、いい、いいんですけど、なんだろうな。 深まった仲が深まったって感じかな仲が深まったし、絆も強くなったし、なんか割と2.5期って、オーディションがちょっと特殊でもあるし、入り方がちょっと特殊なだし、それぞれのメンバーの個性が結構強いので、 2.5期ってチーム感よりも個の方がイメージ的に強い印象があったんですよ自分はねみんなはどうかわからないけどみんなそれぞれなんか感じ方あると思うけど2.5期印象的に自分は自分的には割となんか個が個で強いみたいなところがあって今も子が個の強さもあるんですよの強さもしっっかり残ってるけど それが4人一緒になった時の4人の強さみたいな。子が一緒になった時の4人一つになっての強さみたいなのも最近は大きくなってきたなというか。前よりも。そこの部分がすごい強くなってきたなと思うので。それはね、ニューウェーブプロジェクト通してたなって個人的に思うから。でも4人にとってもすごいいい期間だったと思う。 ニュープロジェクトっていう活動とこの昇格企画なってなんか思いますねうーんまあでもそこがね良さでもあるからこの強みがしっかりそれぞれが持ててるのとそこにね4人での4人がいっその子がまとまって4人になった時により強いものができるのなんか。 が強くなったらよりもっといい2.5期っていう点五期のチームになるからね四4人でもっと頑張っていきます小石さん結婚してありがとうこんばんはあれを役割と言っていいのか <laughs> <laughs> それはそうだ役が決まってそう生誕祭プラッシャーティーやばいなあそう14日来てねぜひうん今日ねテーブルでねそう作業してたなんか今日ねあのサプライズで行ってドンレミさんに行ってからあの 2月14日にドンレミーさん行ったらバレンタインの日なのでバレンタインのチョコのチョコとバレンタインチェキが入ったプレゼントがもらえるんですよバレンタインの日2月4日はみんなに配られるのそれの梱包をね今日してきて私たちがチェキとチョコを袋に詰めてこうリボンで結んだので全部そう私たちが包んだプレゼントっていうのも結構あの楽しみに受け取ってほしいですねそれ 2月十どんれんみんさん行ってみてほしいですからこんばんはえホキさんのポストめっちゃ嬉しかったほんとにうんめっちゃ嬉しかったですホキさんのポストほんとに <laughs> まだ入部 自体は終わったらんやろいや、それはね、そう、終わってないんですよ、まだニューウェーブ。ニューウェーブプロジェクトはね、まだ続いています。そう、終わったみたいだけど、終わってない、全然。黄昏さん、お菓子、ありがとう。ケイセチンさん、だるまさん、ありがとう。全然終わってないです。終わってないわ。まだ続いてるっていうか <laughs>、3月まであるのし、放課後の祭も来週あるからね。終わってないですよ、全然終わってない。ただ、 まあでも一旦ね、一旦、ニューウェブのこと、一旦いい、よかったねっていう。<laughs> ニュープロジェクトってあってよかったねっていう。 あると思うケイジジンさんナルマさんありがとうありがとうジンちゃにお願い嬉しいありがとう。アズミもどこかでドンデミイズーム参加するのする参加しますでもねまだ5日はねちょっとねまだね出てないというか出てないのでまた近くなったら多分 X とかで、ね、お知らせすると思うので どっかで参加するうん。ズームと、あの、広島と、その、ドンレミーの場所をズームで繋いで、軽、ちょっとしたね、お話し会みたいなのがね、ちょっとできるので、そう、ちょっと、それもまたお知らせします。すごいよね。神イベント。神イベントすぎないドれドンレミーさんのやつ。<laughs> 神イベントすぎるんだよね、全部が。宮本浩つさん、ハートありがとう。だからね、そう、東京、行けないって方が、 に、そう、すごい、東京、東京に住んでて、どんねンみさん行ける方はね、すごい嬉しいイベントなんですけど、こっちの瀬戸内の方住んでて、たりとか、まあ、関西の方とか、どんねンみ行けないんだよねって方からしたら、あれですよね。うーってなる部分ある気がするから、またこういう感じのイベントが、今後ね、 いろんな場所で開催できてみんなともっと交流を育める場所増えたらいいなと思いますだから <laughs> これをきっかけにありがとう小学校に向ありがとうねあ、どんれみお菓子の詰め合わせ今日あ、完売したんだあそういうことねえ、じゃあチェキも完売したのかな そうなんだ。え、めっちゃ書いたよ。だって、めっちゃ書いたよ。<laughs> え、めっちゃ書いたよ。チェキ、私たちえ、すごい。あのチェキたちが完売したの。こんばんは。うん、他の県でもそうイベントやってくれ。いや、そうだよね。そうだよね。そうだよね。そうだよねできる、できるように頑張る。うん。そうだよね。めっちゃ神上。 僕と外れてえっでもあれでしょ来てくれるんでしょ28日待ってるねありがとうありがとうね僕とでも外れちゃった方でも会えてよかったトンレミーでダースさんお菓子ありがとうカメちゃんお菓子ありがとううーん まえちゃん、ハートありがとうこんばんはあこれ編集しとこショールームイベントのやつ <laughs> ライバーテーマにイベントありがとうございましたって ライバーテーマじゃないかなぁ。でも一週間もこれ書いておいですか、イベントにメベント、ありがとうございました。 じゃんちょっとライバーテーマにお礼をかけました。<laughs> こんばんは。ここ、俺書いてもいいかな全然。あ、いっか。ライバーテーマ。ライバーテーマだけどいっか。見えやすいここのライバーテーマに書いて。見えたライバーテーマにイベントのお礼を。これ当分このままにしとくね。 みんなが読めるようにこんばんは宮本浩一さんお菓子ありがとうこんばんはありがとうございますかわいい嬉しいゴールダッシュさんお菓子ありがとうねえ5月6日もだってえ五5月6日も来てね頑張るクイもね楽しみよね嬉しい,いっぱい会える予定が決まってるの嬉しいンさんお菓子ありがとうシミコンさんお菓子ありがとう あそれさんお菓子ありがとうえ嬉しいスえっえ嬉しい近かったね <laughs> 今までにない近さだったね嬉しかったよあ誕生日だったの今日え誕生日なの今日ライオンさん今日誕生日なの そういえば結局、アメオコで何か買ったのアメオコはね、何か買ったというか、あのね、食べ歩きした。いちご飴と、あのー、さつまいものなんかパリパリしてるやつを食べ歩いたりしました。 五月の夏申し込んだら嬉しい本当にありがとうおたん、ま、っておめでとうございますマサムネさん待ってどこにあるあ本当じゃマサムネさんマサムネさんお誕生日おめでとうございますおめでとうハッピーバースデー to you ハッピーバースデイトゥーユー。ハッピーバースデイ、リア・マサムネさん。ハッピーバースデイトゥーユーあ。ありがとうありがとうねもうずっとずっと前から。昔から応援してくれてて、こうやって配信とかもね、見に来てくれるのすごい嬉しいです。たまに声も来てくれるし。嬉しいまた来てねまた会いに来てください。 マ宗さん、ありがとうございます。これからも、あずみの姿ずっと、見守っててね。ありがとう。嬉しいよ。楽しい一年にしてください。じゃ、ライオンさんも。すごいライオンさん、お誕生日だったもんね、今日。Happy birthday to you!Happy birthday to you!Happy birthday, リアライオンさん !Happy birthday to you! おめでとう すごいなんか誕生日当日に会えたってことめっちゃ嬉しいしかも、あんな距離感で <laughs> 嬉しい本当によかった誕生日当日に会えて。誕生日プレゼントだ。直接言えたらよかったんだ、もっと。より。楽しい一年にしてください、これからも。よろしくね、ライオンさん。ありがとう、いつも。<laughs> ありがとね。楽しい一年にしてね。 んみもいっぱいいっっぱてくださぜひこんばんは誕生日当日すごいな山勝さんお菓子ありがとうえ最後ごじってるえっほや頑張るで <laughs> これよくなるんよね私 びっくりマコしやったら「レ」ってなる急いで打ってたらあっカムザムさんありがとうカフェで見かけえ嬉しいありがとうね来てくださって嬉しいありがとう会えてよかったです生あずみ生あずみどうやったこんばんは初見さんいつきさんありがとうございますくるくるがパインちゃん デコピンしたの,アのしし、アズミの指示でしょ知ゃ、アズミの指示じゃないですよ、あれ <laughs>。いや、なんか、もともと、もともとっていうか、なん、その、かかりパインさんを、全部もらったんですよ。で、ありがとうございますって。で、こうやって、持って、控室戻ったら、なんか横から、ペンペンペンって音がし始めて <laughs>、デコピンしてる、ペンペンペンって音がし始めて、えっと思って横見たら、めっちゃくるくるが笑顔でペンペンしてて、 かかりぱいさんに、何してんのって言いながら、そう。で、その様子を、ちょっと、動画に収める、収めるからって言って、あの動画を撮ったんですよ。そう。だから、やり始めたのは、あの人です <laughs>。フペンペンし始めたのは、あの人。し始めて。なおさん、お菓子、ありがとう。そうだよ。 あずみごめん。昨日寝る声の自己紹介であざみ言ったのあれですよ <laughs>。でもよくない。ノアピもあざみ言うし。あざみんですよ、ノアピ。えあざみって聞こえたよって思ったら。<laughs> ノアピは私のことはあざみんだと思ってるのかな。なおさん、ハート、ありがとう。あ、生あずみんも可愛すぎました。嬉しい。もって言ってくれるの嬉しい。 あずみんたち梱包作業してる時あずみんセットえ嬉しいあずみんセット食べてくれたのワずみんワずみんワッフルワずみんワッフルおいしいみんな食べやすかったワずみんワッフルね個人的にすごいすごいあれなんですよあの いいバランス感というかわ私が考えたワッフル抹茶のアイスにわらび餅に小豆にあの生クリームも横についてて個人的に1個食べて完食していいバランス感というか結構和なテイストでワッフルもあって美味しいコラボスイーツできてよかったなと思いますわずみワッフルねあのねわらび餅が美味しいわずみワッフル たけさんおかしい。ありがとう。あれと他の2.5期まってたらな、面白い <laughs>。でもね、あれね、よく聞いたらね、あの、くるくるがペン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 してる後ろのノーピが、もっとやれーって言ってて、その後私が、桜木パインさんがかわいそうだよって言った後に聞こえる悪魔のような高笑いは、リオツンとナオピの声なんですよ <laughs>。しっかり2.5期みんな出てる、あれ。そう。実は。 オツンとナアピがあのあと高笑いしてるちょっと見返してみてくださいそう散々ですよよかったライジングさんお菓子ありがとうえ甘すぎずになくて美味しかったよかった本当によかった甘すぎず え、アイスねしかもさ抹茶のアイスもね美味しいんよすごいこんばんはえ試してみてえ食べてみてうんほんとにねもう最近は最近はいたずら心みんな溢れてるからもうほんと大変ですよ いたずら心あふれてる子供ちゃん子供たちだから <laughs> 3人ともいたずら心に溢れてますりあくんお菓子ありがとう <laughs> 知られキャラ キャラ定着してきちゃうよねとにケイセありがとうアズミは大人,です <laughs> アズミは大人唯一の大人アズミは二十 <laughs> 歳だから二十歳じゃ21歳だからね安住はうん でも楽しい3日間やったー本当にね正規メンバー正規メンバー <laughs> まだでもなんか実感湧かないな何かが大きく変わったわけじゃないので。 今正規メンバー達成してだから大きく何かが変わったわけじゃないからまだ実感はわかないけど多分正規生になったからできることとかそういうのとかまあ本当にまだ研究生 でではあるのでねその何月から正規制になりますみたいなのがしっかりと出て今日から正規メンバーってなったらより実感が湧くんだな湧きそうわきそうだなと思う確かに生誕祭とかプレゼントとかでも実感すると思うねあこいさん頑張ったありがとう頑張りますもっとね多分今まで以上に できることとかも増えると思うしえそう先輩とも連絡交換できるの嬉しいです私だけそうなんですよグループやっぱ研究生だけグループ入れなかったりするので研究生はだから四国のグループライン多分入れるの嬉しいめっちゃやっと四国のグループラインに入れるかもしれない ねえ、プレゼント、面白 T シャツ、えー、もう着るよ面白 T シャツ送ってくださったらレッスンとかで。そう、グループラインとかも参加できるようになった。えっ、めっちゃシメ安美と話して、そのためにバイト頑張ります。えっ、嬉しい私も話したい話したい本当にえー、頑張ってね嬉しい会えるの楽しみにしてる。早くもーちゃんと、ね、え、 そうだって連絡先交換したらそも,もちゃんさんとそらはさんとかも遊びたい先輩方とも遊べる遊べるからさ遊べるというか連絡取りやすくなるからそうなんですよねそれがね嬉しいです頑張って多分できることも増えるのでね個人 の活動岡田あずみっていう岡田あずみとしての活動もしっかり大きくもっと幅広く活動できるようにもなっていきたいしこれから ST48 のグループの一人としてもね正規メンバーに昇格できた。 するってことでよりもっとなんかこう X にも書いたけど4人でこれからを引っ張っていけるぐらいの存在になれるようにもっともっと頑張りたいなとも思う ST48 のグループの一人としてねもっと大きなグループにしたいなと思うからそんなメンバーにもなれるようにも頑張りたいなと思うし。 まずは選抜メンバーに入れるように入るのも一つの目標大きな目標なのでその夢も叶えて幅広く活動していきたいですねあとはもうそうだねみんなにもなんかみんなに会える会える場所とかステージとか思って。 自分も頑張って増やしていけるようにしっかり恩返しできるように頑張りますみんなに <laughs> 人生ゲームいやほんとよ人生ゲームヤトさんとの人生ゲーム見ましたか私ねヤトさんとの人生ゲームで一番目にアイドルの職種で選択したんですよそしたらなんかねルーレットで勝って。 最高のアイドルみたいなのになったのに、その次のターンで解雇されて <laughs>。フリーター、借金、借金を持ったフリーター生活になって。そっから仕事転々としたんです私人生ゲームで。で、最終的に3億の借金を抱えて人,人生ゲーム終わったので <laughs>。人生ゲームのような人生にならないように頑張ります。<laughs> 本当に面白い。本当に面白い。こんばんは。 ね。はやとさんとの差やばくない私は3億ぐらいの借金抱えてるのに、はやとさんは3億ぐらいお金を持って総理大臣なんですよ <laughs>。あの人生ゲーム結構面白かったよね。展開がね。展開面白かったよね。こいさん、ファイトありがとうりおさん、ハートありがとうめっちゃ笑った<笑>もう、もうここまで来たらもう、 もう諦めたってなって私も2億ぐらい借金が2億ぐらいになった時点でもうあおこりゃダメやってなったそう格差よねでも逆にゲ,あのゲーム配信としては面白かった面白かった面白い展開にはなったなと思いましたそう 人生ゲーム不得意なんかなでもこの前スペイベこの前のスペイベも人生ゲームやったんですよみんなであの時も4位,中3位だったうん4位中3位でした人生ゲーム不得意不得意なんか <laughs> 人生ゲーム不得意なんかもしれんでもね隼人さんめっちゃ褒めてもらって。 なんか優しい優しい人が周りに溢れてても優しいですみんなみんな優しいなんだかんだみんなね優しい言葉をくれるそうゲーム配信ゲーム配信向きですね ユーーチュバーなれるよ <laughs> 本当かなとって思ったけどユーチューバーなれるよ <laughs> 運がないんかなでもアイドルアイドル人生運大事なのにな結構でも人生ゲームねまた時間ゆっくりとって普通にゴールしたいですあれでゴールできずにき途中で終わっちゃったので人生ゲームゴールまでしたいな え、おきちゃんの卒業前ドラフトさんと二点動きの曲やってくれないかなえ、そんな企画あったらもうもうすごいよすごいですよそんなかなったらでもやっぱ少人数のどきき気的に少人数ドラフトさん規制さんも少人数だからなんかね二点動きもあのぐらい 2.5期だけで何かをがこうできるぐらいの気になりたいですね。恋さん可愛いありがとう。ディオさん猫ちゃん。ありがとう。よしちゃん、そろそろ団長読みたいと思います。13位。

ありがとうございましたありがとうありがとねしっかり休むありがとうみんなもゆっくり休んでねありがとうございましたじゃあまた明日ねなアズミに乗りますせーのって言ったら、ねなあずみって言ってくださいせーの なーにー。ありがとうございました。バイバーイ。